かするべきですよね、キャッチャーが行くとかですね。そうですね、はい、さあ8回の表モイネロがマウンドに上がります。まあ、当然藤本構想の中では8回の男ということになると思うんですね。ですね、はい、久しぶりに会いましたね。小野寺が先頭バッターです。初球いきなり153キロ、ね、このカーブです。このカーブがやっぱすごいですね。後にはやっぱりね、はい、なかなか。そしてまっすぐ、もういいんじゃないかっていう感じですけどね。ねえ、2戦連発です。ストレート振っていきます。今までは、はい、ちょっと心配なところはありますね。5球目、高めのまっすぐ、佐藤輝明も振ってきました。まっすぐ一本張ってきました ね。このボールがまっすぐわずかに外れました。上がってくるだと思うんですね。そこに行く、そしてこのまっすぐアウトローいっぱい、ランナー走って二塁はタッチアウト、三振ゲッツーです。まあここは甲斐がしっかりエゴシを刺しました。8回の表マウンドに上がったモイネロ、ランナー背負ったんですが0点に抑えています。ゲームは8回の